湯の宮のザロンバイは、宮崎県小湯郡新富町大技神殿にある国の天然記念物である梅の木。1935年12月24日指定。湯の宮ザロンバイは、湯の宮、神武天皇後統制の最古の地において、お湯を召されご休憩の後、梅の枝を突き立てたまま、お立ちになりその後これが芽を吹き、元木となり成長して、今日に至ったものと伝えられている。 ザロンバイという名の起こりは、ザロミという梅の種類から名付けられたとも、また、徳川時代に、佐渡原、高鍋両藩の間に、梅林の所有争いが起こり、両藩氏がこの地で出会い座して論理したのでザロンバイとなったものと伝えられる。このザロンバイは、元は一株であったものが横に伸び地について新しい、株となり次々と繁殖して、現在八十株になったものである。 樹齢は600年とも言われている。湯の宮のザロンバイは宮崎市高岡町のガツチバイと並び、宮崎県の梅の名所として古くから知られている。また、鹿児島県の藤川天神のが竜梅を加え、3週3倍の一つと言われる。第305飛行隊の梅マーク。梅を町の木としている新富町では、ザロンバイを町おこしに使っており、開花のシーズンに合わせ、 ザロン梅梅祭りを行っている。その他、近隣施設であるゴルフ場、宮崎ザロンバイゴルフクラブも、ザロンバイをつけて名乗っている。さらに、道庁に所在する、航空自衛隊、ニュータバル基地に駐屯する、第305飛行隊の舞台マークが、梅であることから、舞台ワッペンなどに、ザロンバイの文字を刺繍している。ありがとうございます。